さんの方からの支援があったからこの1年みんなやってきたんだな。でもだんだんと支援の手は減ってきていて、問題は山積みで、自分が何か挑戦することでもっとつながりを広げて、もっと動き出す要素を拾い出せるんじゃないかなと思ってた時に、ドンピシャな形でそういう取り組みがあるよ、自分自身ができること、もしくはやりたいことを実際にチャレンジすることで誰かの気持ちを動かしたり、誰か自身を動かしたり、一緒に動いていけるようにしたいと思って今ここにいます。なるほど。